チュリーン。おはようございます。エミリンこと松エミです。すがすがしい朝ですね。あーすがすがしい今日なんですけれども、朝です。最近ちょっとダイエットしたんですけれども、今は爆食動画とか食べる動画をしっかり撮りつつも、気をつける日は気をつけてなんとか体重を維持できるように頑張っているっていうところなんですね。なので今日は食べ過ぎた日の翌日のエミリンチャンネルに密着動画です。食べ過ぎた日の翌日はどんな風に過ごしてるんだろうとか、何を食べてるんだろうとか、動物園感覚で見たいと思うので、食べ過ぎた日の翌日エミリンに密着後です。とりあえず朝起きて最初にすることは白湯を飲みます。スタバで買ったんですけれども、今めっちゃお気に入りの耐熱グラスのタンブラーです。田中みな実さんがね、ボーチェのインタビューで毎朝白湯を1リットル飲んでるっておっしゃってて、朝起きてから出るまでの時間にちびちび飲むらしいです。私はやっぱ1リットルは飲めないけど、せめてコップ1杯を飲もうと思って最近頑張ってる。というわけでお部屋のお掃除をしようと思います。食べ過ぎた日の翌日は胃袋リセットみたいな感じにしなくちゃいけないので、お部屋もリセットみたいなな感じで大事かなと思ってます。朝ごはんを食べようと思って Uber Eats で調達してるところなんですけれども、今日ビジュ終わってない。私これはあれです、3歳のめっこちゃんがくれたメッセージ性強めのお手紙です。なんて書いてるか全然わかんなくて可愛い。あとうちの猫を書いてくれたそうです。まあまあって書いてるけど、一応うちの猫を書いてくれて送ってくれたんで買ってます。あったかい汁物をちびちびと取るようにしていて、ご飯食べる前とかにも最初お味噌汁を飲むことを心がけてます。いろいろお味噌汁ストックしてます。最近のお気に入りは青さ味噌汁とナスの味噌汁、これナスの味噌汁めっちゃおすすめ、美味しい。あとかき出し入り味噌汁ですね、これも美味しかったです。ちょっとねお高め味噌汁をあえて買っていろいろ試しているのにハマってます。で薄味の味噌汁が好きだから、だいたい 160ml 入れてくださいとか味噌汁書いてあるんだけど、300ぐらい入れちゃう。今日はナスの味噌汁にします。でウォーターサーバーでお湯入れます。この画角誰も見たくないか別に、味噌汁にお湯。あ、待って、ウーバー来た、ウーバー来た、ちょっと待って。はいはいはい。食べ過ぎた日の翌日なんですけれども、基本的に、あ、待って、最悪味噌汁ついてた。和食を心がけてます。食べ過ぎた日の翌日は食べないみたいな方もいるんだけど、今日はお仕事頑張るぞっていう日は食べないというわけにもなかなかいかないので、今日頼んだのはサバの味噌煮定食弁当です。いただきます。ナスのお味噌汁がなんかめちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、うまっ。美味しいお米食べるとマジでなんか己が日本人であることに感謝しちゃう。主食が米の国に生まれてよかったってなる。サバの味噌煮、うん、おいしい。なんか本当は食べた日の次の日は個人的にはね、炭水化物とかあんまり取らないようにしたいんだけど、でも私の場合お米を食べないと本当に便が出なくて便秘っぽくなっちゃうのが本当に嫌なので、結構お米は逆にダイエットに欠かせない存在になってます。朝昼はちゃんとお米食べて、夜スープとかでさらっと割ったりとかする感じが最近は多いかな。だから夜だけちょっと我慢ですね。本当はもっと時間かけてゆっくり食べたいんだけど、そんなに時間もないのでちょっと急ぎます。お弁当って絶対なんかさ、切り干し大根とかさ、ひじきのさ煮たやつとか入ってるじゃん。ピンピラごぼうとか、そういうのに対してなんでこんなの入ってんのよって昔ね、子供の頃は思ってたんだけど、大人になるとお弁当に入ってる切り干し大根とかきんぴらごぼうとかひじきのありがたみがめちゃくちゃわかる。サバの味噌煮とかがさ、申し訳ないけどお母さんが作ってくれる夜ご飯とかで、おかずがねお魚だったらちっちゃい時ってなんかちょっとテンション下がったというか、お魚かーってなったのに、大人になると本当お魚って美味しいなーと思うもんね。やばい、私なんかずっとなんか大人になった話してる。というわけでちょっと時間がないので急いで食べて用意して撮影に向かいます。チケというわけでこちらに来ました。湘南美容クリニック銀座院さんです。いつもお世話になってます。今日はちょっと本当にやっぱ食べ過ぎちゃって、お肌がちょっとたるんでるのとくすんでる、なんとなく肌乾燥して肌荒れしてるみたいな感じが気になるので、良き施術をしてもらおうと思ってます。まだ何するかは自分で決めてなくて、先生がカウンセリングしてくださるそうなので、今からカウンセリングに行ってどんな施術をしてもらうか決めてきます。行ってきます。というわけで今カウンセリングする部屋に行きまして、先生に今からカウンセリングしてもらいます。崩しまっています。崩しま先生よろしくお願いします、はい、今日なんですけれども、昨日暴飲暴食をしてしまいまして、はいはい、肌のくすみとかが気になるのと、うんうん、なんかちょっとむくんできてたるんできて、すごい最近も悲しくてそれを上げてほしいなっていうのもあったりとかして、でもダウンタイムはちょっと嫌で、この後も撮影があったりとかするので、うんうん、それらの願い全てを叶えていただける施術をご提案いただけるととてもありがたいです。特になんかどの辺のたるみが気になるんですか？全体的になんか最近ズドンってしてる感じがちょっとして、うんうん、ほうれい線周りとかもなんかちょっと、うんうん、そうするとここがちょっとなんかちょっと顔作ってますか？
たるみを強調してます今。人間そのやっぱ年齢とともにどうしてもたるんできちゃうと思うんですよ、はい、食べ過ぎたからたるんでるってわけじゃなくて、どうしてもやっぱ重力の影響でどん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 たるんでくる、それをたるまなくさせるアンチエイジングですね。人気なのがハイフレーザー、はい、やったことあります。エステハイフもあるし医療ハイフもあると思うんですけど、より効果的なのは医療ハイフ、こういった美容クリニックですとしっかりとした医療ハイフがあるので、それをやっていただくとメンテナンスっていう意味でもいいのかなって思いますね。あとはまあお肌のその荒れとかってご自宅の化粧水とかでも結構良くなると思うんですけども、こういったクリニックに来ていただくとエレクトロポーションっていうイオン導入ってのがあるんですね。エレクトリカルパレードですか。はい、エレクトロポーションってイオン導入っていう肌にあの液剤を浸透させて、イオン、はい、マックスバリューもあるんですか。マックスバリューはないですね。施術していただくとツルツルの肌にその場でなることができるのかなと思うので、荒れちゃったなとかそういった方にとってはいいと思います。はい、というわけで早速今から施術をしていただきます。まずはハイフからです。ハイフは顔を引き締めてキュッと上げてくれることによってリフトアップ効果もありますし、私のテンションアップ効果も期待できます。私も29歳なんでめちゃくちゃ絶妙に少しずつだけど老いてる私っていうのを感じやすい年齢なんですよね。だからすごい難しいです。痛みはあるんでしたっけ。ちょっと点線が走るようなピリピリとした痛みがあるので、うんうんうん、確認しながら出させていきますね。大丈夫ですか。はい、失礼しました。痛いのは痛かったんですけれども、それもなんか本当に結構奥までちゃんと効いとってるというか効いてるんだろうなっていう感じがめちゃくちゃしました。で、この後あれですよね、イオン導入をしていただきます。ピリピリ感ありますか。ちょっとしてきました、ピリピリ。これは別になんか痛くもないです。なんかちょっとピリピリするな、冷たいなみたいな感じで、なんならちょっと気持ちいいかも。これは一番何に効果がありますか。レーザーの後は冷却で一番炎症を抑えてあげるっていうところ、あとは薬剤ですね。入れる薬剤が種類があるんですけれども、今回みたいに成長因子だったりとか幹細胞を入れてあげることでエイジングケアができたり、はい、お疲れ様です。一皮むけました。ゆでたてのゆで卵みたいな。ほとんどゆで卵です。私多分今分かんなくなってると思う、視聴者の。あれ、エミリーゆで卵どっちみたいな。ゆで卵ですよね。一番近くで見てる人がもう錯覚起こしちゃってる。あ、エミリーさんだから本当のやつです、これは。ありがとうございました。あ、先生お疲れ様です。途中撮るの忘れてたんですけれども、1個撮影してクリニックに行って1回家に帰ってきてお風呂に入ってました。食べ過ぎた日とかの翌日は結局お風呂に入ってたくさん水を飲んでたくさん何かを出すっていうのが大事だよねっていうことで、私は結構頻繁にお風呂に入る文化が最近できたんですけれども、ちょっと前の私だったら考えられないと思う、あの風呂嫌いのエミリンチャンネルがっていう感じなんですけれども。というわけで髪の毛を乾かして最低限の化粧をしたので出かけます。ここからなんですけれども、ちょっとウィンドウショッピングをして体のメンテナンス、ミャンマンマンマン、その2に行こうと思ってます。口紅のやつ、なんか韓国のやつめっちゃ濃いしめっちゃいいんだけど、ちょっとだけ濃すぎるんだよな。でもどうせ取れてくるしね、リップって。ちょっと取れてきたぐらいの時にいい感じになればいいか。これ去年のクリスマスコフレだったかなんかで買ったやつなんですけれども、アディクションのリップオイルなんちゃらかんちゃらみたいなやつ、久しぶりに使ったらめっちゃ可愛かった。なんていうの、このパール感、なんか綺麗な斜め感。では行ってきましょう、次のナレに。なんとなくこの背景で察した方は察したかもしれないんですけれども、表参道に来ました。風呂上がりたての髪の毛で猫がいっぱいついたラフな格好をしてフラッと表参道に来ましたけれども、食べ過ぎた翌日とか私はできるだけ歩きたいんですよ。歩きたいんですけれども、何もないところを歩くっていうのがすごい苦手で、何か見ながら歩くとか何か目的があって歩くっていうことをしないと集中力がなさすぎてウォーキングを楽しめなくなってしまうので、とりあえずなんかその表参道を歩こうと思ってで、お孫さんで歩きつつちゃんとウィンドウショッピングして、ウィンドウショッピングがめちゃくちゃいいですからね。歩けるから体にもいいし、素敵な商品を見て目にもいいし、しかも買わなければお財布にも優しいという。表参道に来ると店のものもそうだし、人を見ててもそうなんだけど、最近みんなこういう服着てるんだとか、こういうのがおしゃれなんだみたいなのがわかるの。黙れって感じだよね。ダセーのにお目に言われたくねえよとは思うと思うんですけれども、大体のことはわかるの。キュピーン、見るだけ見るだけ。というわけでちょっとね、中は映らなかったんですけれども、ちょっとお店の中いろいろ見て回りまして、こんな感じでしっかりとウィンドウショッピングしてきました。クリスマス前のさ、お洋服屋さんってさ、魅力的な商品がとてもとても増えて多くなるのはどうして？家に帰って買った商品をお披露目会しますね。はい、というわけでただいまです。
今日爆買い動画でしたっけってなるようなね、あれなんですけれども。お金は使ってしまったことは辛いけど否めないんだけれども、本当に楽しかった。ウィンドウショッピングって言ったのに私のバカ、なんでこんなに買っちゃったのよ私。というわけで商品紹介していきたいと思います。まずですね、こちらの存在感のあるジェラートピケ、ちょっと前にジェラートピケとマリオがコラボしてたのを知って、去年もマリオとコラボしてて、去年あのマリオのね上下セットのジェラートピケを買ったんですけれども、去年マリオ買ったから今年ルイージにしようと思ってルイージ買いました。ルイージの上とルイージの下、このペアでやらせてもらってます。なんかマリオって感じで超可愛い。あとフレア ID というよく行くお洋服屋さんで可愛いワンピース買っちゃいました。これはおデートの予定は今のところないんですけれども、おデートワンピースです。あー素敵な女子が着てそうワンピース。しかもめっちゃなんかこれ試着室で着てみたらすごい細見えして、試着室のお姉さんに褒められてすごい似合いですよってすごい営業されて、まんまとえそうですかって買っちゃった。ジェラートピケが1万何千円だったと思う。でワンピースが2万円ぐらいしたの。もうすでに出費やばいじゃん。でその後イブサンローランに行ったのよ。なんかわかんないけどなんかイブサンローランがキラキラしててすごいクリスマスって感じだったからさ、なんかクリスマスだなっていうなんか変な気持ちになっちゃって、イブサンローランのクリスマスに行ったらクリスマスコフレがねドーンと置いてあって、あなんか素敵これ欲しいってなっちゃって、そしたらイブサンローランのお姉さんがこちらクリスマスコフレのアドベントカレンダーなんですけれども今だったらギリ在庫あるんですよ、でもだいぶ残り少なくなってて今だったら在庫ありますって言われて、そんな言われたら欲しくなっちゃうじゃん、買わせんの上手かよお姉さんとか思って。私アドベントカレンダー一番好きなの、ワクワクするじゃん。私がアドベントカレンダー一番好きってことも知ってか知らずか知らないけれども、まんまとお姉さんの口車に乗せられて買っちゃいました。うわーかっけー、こんなん部屋に置いて毎日さ今日は何が出てくるんだろうと思ってアドベントカレンダーできるの素敵じゃん。ただもうイブサンローランのやつですから値段が結構高くて5万6000円ぐらいしました。これは本当に開けるの楽しみだからずっとワクワクドキドキしてる。これなんか開ける動画はそのうち撮りますね。でもちょっとしばらく開封するのもったいないからちょっと飾っとこうと思う。 YouTuber がみんな飾ってる金の盾とか銀の盾みたいな感じで、てか私さ100万人登録いったけどさ金の盾もらっ銀の盾ももらってないよね。自分で申請しなくちゃもらえないらしいんだけど、申請の仕方がよく分かんなくて、私金の盾も銀の盾ももらってないんだけど、今から申請してもくれるかな。え欲しいかも、なんか欲しくなってきたかも。でもいっか、これが私の金の盾と思ったらいっか。でそのイブサンローランさんでノベルティでおしゃれイブサンローランさんの包丁もいただきました。アドベントカレンダーを買った人にプレゼントなのか何円以上買った人にプレゼントなのかちょっとよく分かんないけど、で大きい買い物はこれだけなんですけれども、細々と買っちゃいまして、まず一つ目がこちらですね、生活の木っていう私がよく行くアロマとか入浴剤とかハーブティーとかが売っているいい香りなものを売ってる系のお店があって、ここでハーブティー買ってきました。今日本題忘れてたけど、食べ過ぎた日に翌日とかっておこう茶とかをチビチビ飲むのが結構好きなの私は。一個がバタフライビーレモンっていう青色のお茶らしいんです。でもう一個がウィンターティーセレクトっていう今の時期しか買えないやつらしいんだけど、なんかこれ本みたいになっててギフト用で今すごい人気らしいんだけど、まあ私はギフトしてもらえるような人もいないし自分がギフトするような相手も特にいないので、こうやって開けたら本みたいになってる。え可愛い、いろんなハーブティーが入ってる。名前も可愛い、プリンセスタイムとか。なんかおしゃれだよ、嬉しい、ラッキー、ハッピー。ハーブティーってお母さんとか飲んでるけど、自分で買ってまでハーブティーを飲みたいって思う日が来るっていうのがいまいちピンとこなかったんだけど、今年29歳ということでもうアラサーと呼ばれる年になって、ようやくハーブティーが美味しいとか、お紅茶が美味しいとか、お紅茶の味がちゃんとわかる大人になってきたんですよ、最近。なので本当に感謝って感じです。最後、ロフトにも行ってきました。正確にはロフトコスメですね。めっちゃ可愛いエクセルのアイシャドウを見つけたの。これが多分新商品なのか何なのか分かんないんだけど、なんか見たことないやつで可愛いと思って買っちゃった。あ、可愛い色。こんな感じの色で使いやすい感じの3色に紫色のラメが入ってて、これは結構紫なんですよ。でその紫色のラメをなんかさーっとテスターつけてみたらすごく綺麗で、あすごい素敵と思って買っちゃいました。えなんか伝わるかな、このなんかごめんね iPhone のカメラだったら伝わらない。あとこれリピートなんですけど、この間ロフト買い放題かプラザ買い放題で最近おしゃれな人がつけている紐の色が違うタイプのマスクっていうのをこの間買ったんだけど、それがやっぱ意外と使いやすくて、しかも人
からもなんか、なんかそのマスク可愛い、褒めてもらえることが多くて、リピートしました。これから私は、マスク本体の色と、マスクの紐が違うタイプの女になるので、そこのところよろしくお願いします。最近私結構髪の毛の静電気がやばくて、静電気を軽減するヘアゴムみたいなのが売ってて、本当に効くのかどうかはわかんないから、ちょっと自分で使ってみて、あれします。でもなんかさ、可愛いなと思って。この2つは普通のヘアゴムなんだけど、なんか色合い可愛いなと思って買ったんだけど、これとかさ、銭湯行く時のこういうのつけるじゃん、なんかロッカーの鍵、あれみたいで可愛いなと思って、これでちょっとこの冬は髪結ぼうと思います。こういう感じで。というわけで、この後私はさっき買ったハーブティーをちびちび飲みながら、ゆっくりとお風呂に帰ってしっかりと汗を抽出して、また明日に備えようと思います。本日は動画を見てくださいましてありがとうございました。またのご来店お待ちしております。